よかったら1曲の分に聴いててください。よろしくお願いします。多分私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた。きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、それぞれインスタグラム、ツイッターやってます。もしもない方は写真だけでも撮って帰ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。多分君じゃなくてよかった。もう泣かされることもないし、私ばかりなんて言葉もなくなった。あんなに悲しい別れでも、時間が経てば忘れてく。新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな。もう今日も見たくないからさ、変に連絡してこないでほしい。都合がいいのは変わってないんだね。でも虫が傷にまた少し返事、声も顔も不器用なとこも、多分今も嫌いじゃないの。ドライフラワー見たく、時間が経てばきっと、きっと、きっと、きっと私もどうかしている。暗闇に色彩が浮かぶ空気の色が胸の奥、ずっとあなたの名前を呼ぶ。好きという気持ちまた変わる。ありがとうございます。はい、横浜にお越しの皆さんね、僕たち4月1日に結成しましたシンフォニーと言います、ね、横浜に来るのが僕たち初めてなんですけども、今日ね、3時から、今日18時まで歌っていきたいなと思ってますんで、ぜひね、この聞いて曲聴いていいなと思ったら、ぜひね、インスタグラム、ツイッター、TikTok、YouTube やってるんで、よかったらね、フォローしてください。よろしくお願いします。お願いします。